がルナのと、騎士君の記憶を取り戻す鍵があそこにあるんだよね、マコトちゃん。ああ、そうみてえだな。この前見つけた古文書に出てきた塔の話とも一致してるし、間違いねえだろ。それに関しては疑う余地はないだろう。ってことで、あとは塔の中に入るだけなんだけど。ゆい、古文書に書かれてたのはこの辺りだよな。うん、塔への道筋を照らす祠があるって。海は魔物だらけで船じゃどうにもならねえし、見た限り入り口らしい入り口なんてどこにもなかったからな。そうだね、何か手がかりがあるといいんだけど。あれ、騎士君どこに行くの？え、妙なものがある。これってもしかして転送魔法の術式かな。けどこれ発動してなくねえか。どい、お前むやみに近づくなよ。転送魔法が急に発動し始めやがったぞ。一体何なってんだ。マコトさん、私には今この術式は女子君の存在に反応したように見えたよ。ということはやっぱりこの塔は騎士君に関係しているんだね。よし、みんなで一斉にここに飛び込んでみようじゃないか。準備はいいかい？行くよ。せーの。ここは塔の中で間違いなさそうだな。やったぜ。うまくいったね。では楽しい謎解きの時間の始まりだ。内部の探索を開始しようじゃないか。おうよ、こいつの記憶の謎は私たちが解き明かしてやるぜ。行こう、騎士君。この塔を調べて騎士君の記憶を取り戻そうよ。それじゃあ復習しましょうか。出席を取ります。かわいいね。ここにおかけて。コード塗る。ここにおかけて。なってくれたおかげで解消だった。全滅するぞ。あなたに力を。かわいいわね。コードぬる。そうね。ね。この。ここにコードぬる。アナイアレイトホーム。ファイナルカタストロフ。
にいい報告ができそうだ。ヤキ、特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。一口食べるにゃ。ほら、あーんするにゃ。低さなど問題にならなかったな。殲滅するぞ。準備完了よ。聖なる盾よ、教えてあげる。ハートラブストーン、あなたの力これこそ全部死で一戦。あなたに力を。それじゃあ復習しましょうか。一口食べるにゃ。ほら、あーんするにゃ。勝利を祝って乾杯。わアナイアレイトホーム、ファイナルカタストロフ。コードヌル、トースター、コー準備完了よ。聖なる盾よ、これこそ全部死で一戦。コードヌル、教えてあげる。ハートラブストーム、よかった。みんな怪我はない？